さあ、じゃあ続きやっていきたいと思います。志麻さん。志麻さん。志麻塔子さん。おお。藤堂志麻。すみません、助けていただいたというのに。私は島東子と申します。いい名前。淑女だな。何のお礼もできずにお返しするわけには。ああ、連絡先交換したのか。2日前か。お礼のレベルによっては心苦しくなるよな。天秤。なるほど。なんとなくわかるわ。見た感じお嬢様っぽいしな。来てくれたんですね。よかった。待たせてしまってすみません。いえ、私が早く来すぎてしまったのですもの。まだ待ち合わせの10分前ですよ。ほう。お昼はもうお取りになりました？よかった。では手前味噌ではありますが、料理には自信があるんです。お食事をご馳走したいのですが、どうでしょうか？おお、なるほど。店とかじゃなくて手作りなのか。そいつは光栄ですが。逆に手料理の方が贅沢な気もするな。なるほどな。確かし。料理上手そう。なるほど。どうぞ、こちらです。お、うほーく。有名な人物。カプセルじゃなくコンセプトビル。なんでカプセルって言っちゃったの？確かレンがここのスポーツジムに入会したいとか言っていたっけ。へえ。すごい。ここって料理教室ですよね。え、まさか運営しているのか。勝手に使っていいんですか？はい、大丈夫ですよ。お、エージェント。いいな、凛としてる方ですね。そう、なんか暗殺術に長けてそうだ。なんだそりゃ。お嬢様、お持ちしました。やっぱお嬢様っていうか、え、執事、ボディーガードみたいな感じなのかな。ちょっと。
しました？あ、い、そのそちらの方は？あ、いけない、また失念していました。彼女は岩井沢子さん、私好きの使用人の方なの。おお、相当できそうだな。沢子さん。岩井沢子です。お話は聞いております。お先生、メイドさん。じゃあこっちで。使用人ってメイドさんみたいな？なんだ今の。左上のはやっぱフラグみたいなのがあるのかな。まあメイドさんだって。私もそう呼びたいのだけど。お嬢様。沢子さんは嫌だって。衣装もメイドさんみたくしたら可愛いのに。なるほどなるほど。私は仕負け付きの使用人です。そしてあの方からお嬢様をお支えするようにと申し付けられております。メイドのような格好では不意の事態にお支えすることができません。この人もイケメンだな。そんなに固く考えなくてもいいのにねえ、九段さん。結構あれなのか、あんまよく思われてないのかな。存じております。お嬢様がお世話になったそうで。いや、当然のことをしたまでですから。九段さんは苦手なものはあるかしら？なんかあれなのかな、お菓子とか作ってくれんのかな。肉の油か。いやいや、あの一度にたくさんのことがあって頭が追いついていないんですけど。あ、でも料理、そっか、菓子とは限らんのか。いや、なんかこういうとこ見るとなんかパティシエ的なものが頭をよぎってしまう。はい。いや、この教室のこととか使用人だとか案内する前に説明をなさっていなかったのですか？そういえばしてなかったかしら。天然な感じなのか。表情筋。まずは何から説明すべきかしら。そうね、まずはこの教室、私お料理教室の先生をしているの。おお、すごい。なんかもっと年のいってる人がやるイメージだからすごい。それでお礼を何にしようか考えたのだけど、何か物を送るにしても九段さんは奥ゆかしいから孤児なさるでしょ。だから手料理を振る舞おうと思って。おお。あの、私の口ぶりから予測がつくでしょうが、お嬢様は島家はこのビルディングに入っているジムの経営者です。ジムだけではなく様々な教養を学ぶスクールを経営されております。もともと島宗家は林業と造船で財を成しましたが、とにかくすごいお嬢様ってわけか。あ、レンとは随分違うんだな。おう、そのジャケットイケてますね。私は終わったかしら。終わったと言いますか。終わったのなら
一緒に料理をしましょう。お、一緒にするのか。あー、なるほどね。いいかもね。うん。あ、何を手伝えばいいですか？そうね、それじゃ卵を割ってくれるかしら。お、あれ片手で割る人いるよね。俺あれできねえんだよ。 やる必要ねえか。絶対両手で割った方が効率いいし。なら専用の卵を選ばないとですね。専用。最近卵焼き作るのにハマってます。卵がいっぱいあるんで家。クダンさんもお料理をするのですね。卵にも料理別の卵があるのを知っているのですものね。今日はそうだわ、オムレツを作るのに最適なこちらを使いましょう。あるんだ。こちらの濃い色の卵はカルボナーラのソースを作るのに最適なんですよ。すごく濃厚な味になるの。あ、いいよなカルボナーラ、最近好きなんだよな。ジョークってああ書くんだな。漢字で書けるんだな、ジョークって。すみません、実は料理は得意じゃないんです。ああ、そうなんですか。あらら、ここでお料理を習うのはどうでしょうか。お、なるほど。うん、いい流れになりましたな。レンちゃん、ソフトボール部の後輩か。お、挑戦的な姿勢。そっちも帰り。ああ、お前のところも早くに終わったんだな。インターハイ待ちで気合が入っちゃいるけど、体を休める日も作らないとね。いい筋肉が育たない。なるほど、確かに。おお、かっこいいな、やっぱり爽やかすぎんよ。それでそっちの子はいつ紹介してくれるんだ。え、ああ、うちの部の後輩高村だよ。ほら挨拶しな。1年3組の高村優です。部では控えの投手をしています。おお、投手ならレンのライバルか。やっぱエースなんだ。ああ、未来のエース候補だよ。そんな、東先輩からかわないでください。かわいいじゃないか。なるほど、この後輩もレンの審判なんだな。審判。うん、ああ、気に食わないと。2年の九段朔也だ。剣道部に所属している。お、知ってます。九段先輩は有名ですから。ひえ、特待生組でしっかり結果出してるもんな朔は。2年の中でも一目置かれてるしな。なんでお前が胸を張るんだよ。誇らしいんやな。東先輩も有名ですよ。後輩に気を使わせちゃったな。
あらあら、可愛い後輩だな。人たらしめ。目が。ん？何か言った？何も。そろそろ汗も引いたし、帰るとするかね。帰るなら一緒に行こう。最近サクの家で夕食を食べさせてもらってない。あ、で、家で映画マラソンした後、飽きたらゲーム三昧だろ。悪くないが。うん。ねえ、なあ、軽く飯でもみたいな。飯っつうかファミレスか。ん？どうしたんだ？どうせ暇だろ。いや、予定が詰まってるんだよ。なんせこの後、滅びの山に行って魔法の指輪を火山に放り込んでこなくちゃいけない。どこのホビットの話だよ。気使うわけか。大切な用って何の用だよ。お、メガ。内緒。トウコさんとこか。はい、では次は焼き加減です。ニンニクに色がついてきたら、次は赤唐辛子とエビを入れてください。こちらも中火で 1,2 分です。そうしたらエビを裏返してください。おお、個人レッスン。アヒージョ、名前聞いたことある。食ったことねえんだよな。あ、みんなでやってた。そっかそっか、そらそっか。まあ、もともと一人暮らしをするときに必要なスキルだって思っていたものな。うん、前向きに行こうや。あー、そっかそっか、自炊な。うん、親父に通いたいって言ったら泣いて喜んでいたっけ。今まで。そうか、あんまりそういうのやってこなかったのか。うん、いいお父ちゃんだ。そこまで男っぽいと思われていたんだな。なるほどね。どうしたの、さくやちゃん。何かわからないところがあるの？ああ、いえ、大丈夫です。うん、お、経験値が高そうな。はい、優しい、面倒見がいいんだな。それじゃあ確認ですけど、焼き加減ってこれくらいでいいんでしたっけ？あとは皿に盛り付けしてっと。うん、イタリアンパセリ。わあ、うまそう。匂いがなんかディスプレイ越しにちょっと漂って。なんで俺トドコールって言いそうになったの。味見するのが楽しみですね。私はタッパーに詰めて今日の夕食にするわ。旦那がエビが好きでね。いいじゃないか。この間そばエビピラフ食いました。うまかった。うん、まあそうだよね。やっぱ主婦層がやっぱ通いそうなイメージだよな。若い子はあんまり。あの子、茅野さんは私たちとは別。ここへは、言い方は古いけれど花嫁修行よ。
近いうちにご結婚されるのだそうなの。おお、それはめでてえな。へえ、そいつはめでたいですね。うん、塩顔女子。そうそう、一度志摩先生に自分の婚約者を紹介していたのよ。たまたま迎えに来ていた恋人と鉢合わせになって、ずいぶん慌てていたのを覚えているわ。あは。慌てて？どうしてですか？志摩先生は美人だから。ああ、なるほど。大丈夫大丈夫、うん、大丈夫、うん。次は九段さんの番ですよ。ちゃんと仕上がりましたか？うん。おお。初めてでこれだけ上手にできれば問題ないですね。欲を言えば少しお酒とオリーブオイルを入れすぎてしまっていますね。なるほど。何を楽しくおしゃべりなさっていたんですか？え？私の名前が出ていたようですけど。あらあら、これはどうするんだ。その教え方が上手とか。はい、その志摩先生が九段さんをこの教室に誘ったと聞いて、その話を伺っていたんですよ。そうなのですか。九段さんといえば、最近九段という話があるのを聞いていますか？お、例のやつか。おう、ん、これは部活終わり、レンチャンサイド。違った。なんだって、九段？今更自己紹介か？それじゃあうちは東カレンと。そうじゃなくて九段だよ。怪談とか、そのいわゆる都市伝説みたいなやつ。うん。ああ、そっちの九段ね。聞いたことがあるよ。知ってるのか、ライデン。うちの部で後輩が面白おかしく話していたのを聞いた。学校の近辺へ九段に現れるお化けで、名前は九段。確か予言する妖怪と同じく不吉なことを宣告するから、地名と相まってそう名付けられた。だよな。うん。とある人物から有名だって言われたんで聞いてみたんだよ。おう。いや、シーン思い出しますね、あのパッケージ。右手首がない、うん、なのかね、ま、結構まあそうだよな、ね、よくリングも1週間だったよな、確か。うちが聞いたのもそれと同じだったな。名前が九段で、作と同じだからよく覚えてるよ。自分もその名前を聞いて驚いたよ。でも、そっか、レンが知ってるならメジャーな話なんだな。誰が情報に疎いって？疎いとは言ってない、平均的だって話だよ。疎いのは私の方さ。昨日聞くまで知らなかったんだからな。うん、それで夜にこんな話をして驚かせようって話かい？ホラー映画好きのうちに資格はないけどね。
お前がこの手の話に耐性があるってのは知ってるよ。ただ、ただ？話を聞いた人物からちょいと驚く話を耳にしたんだよ。それは、なんだよ、もったいつけるな。そうだな。その人から聞いたのは、九段を見た人がいるって話なんだよ。むむ。九段を見たか。でもそういう人がいる、いたってだけじゃ何とでも言えるんじゃないか。ああ。肩甲骨。見た人ってのが私の知っている人物でね。へえ。それじゃあその人から直接話を聞けたってわけ？知ってる人物。え、ってことは。まさかあの薄化粧の美人だったなんてな。なんと。ん？何も結婚間近でそんな不吉なものを見るだなんて。運が悪いな。へえ、そうだったんだ。不吉やな。気弱そうな人だったから大変だよな。見たなら7日の間ゆっくり九段が近づいてくるんだろう。それで災いを予言する。災い。茅野さん。まあ見た人がいるって話だけど、眉唾だろ。今みたいな遅い時間にたまたま黒いワンピースでも着ていた人を九段だと勘違いしただけとかさ。うん。黒いワンピース、それかゴスロリ着ている人とか。ああいう人って今の時期でもスタイルの一環として着てるだろう。いるね、確かに。うん、なるほどね。それじゃそろそろ行こうぜ。今日こそはサクの家でご馳走してもらう。ふふ。むむ、この入り方は。右手首か、まさか。というわけで、キリが良いので、ここで終わりたいと思います。うわー、こっから来るのかな、じわじわ。